こんにちは、リーコロです、はい、今日は一年中使うことができるタンクトップについて、ね、重要性を語っていこうと思います。はい、今日はタンクトップの重要性ということで、まあ、今ちょうど活躍する時期に着ているタンクトップなんですが、実は一年中使えるっていう話を今日していこうと思います。はい、タンクトップといえば、まあ、こういう形をしているので、まあ、夏ならではというか、夏に使うアイテムっていうイメージを皆さんお持ちだと思うんですが、はい、一年中使えるということで、実際に一年中愛用している永見さんに今日はタンクトップの重要なポイントっていうのを教えてもらおうと思います。はい、毎日タンクトップ着用してます。はい、タンクトップが年中手放せない理由ですけども、 T シャツって肌に触れる部分が結構たくさんあるんですね。で、そこにまあ人間がかく汗とか皮脂がついちゃうと生地は結構傷みやすいものです。で、まあ、肌が結構触れるところが多ければ多いほど服はどんどん傷んでいくっていうことを覚えておいてください。はい、夏はやっぱり暑いので直接素肌の上に着ちゃう人も結構多いかと思うんですが、やっぱりそれだとこう目に見えないところでこう服が傷んでしまうということで、うん、はい、タンクトップが登場します。はい、ここで1枚タンクトップをかませるだけで、汗とか皮脂はこのタンクトップが吸収してくれるので、直接衣服につくことがなくて服のダメージを最小限に抑えることができます。はい、服を大事にするっていうところでタンクトップかなり重要性があります。もちろんね、今日僕も着てます。毎日着てます。はい、はい、タンクトップですけども、夏の、まあ、メンズの定番の悩みも解決してくれます。やっぱり白の T シャツって人気なんで結構メンズ使うと思うんですよ。でもそういう時ってちょっとやっぱりほら、乳首がちょっと浮いちゃう人がいると思うんです、うん、なのでそういった時にこのタンクトップを、T シャツの下に使うとそういった透け感もありませんし、自分の大事な服も長持ちさせることができます。はい、では今日はタンクトップの重要性ということで、はい、洋服を守る役割と、うん、透け感防止のために使えるということで紹介をさせていただきました。はい、春はシャツのインナーにこんな感じで、うん、はい、夏は、カットソーのインナーにで、秋はニットのインナーとして、うん、で、冬は肌着として下に着てもらえれば、はい、汗を吸収したりその役割もしてくれるので、うん、本当に言葉通り一年中使えるタンクトップということで覚えておいてください。はい、まあ、今年は、まあ、ロング丈のタンクトップは結構出回ってるので、ロング丈のタンクトップに合うようなアイテムを、まあ、こうやってですね YouTube の概要欄に記載してくるので、そちらもご覧ください。はい、こんな感じでリーコレは毎日動画を配信しています。役に立った、面白かったと思ったらぜひいいねと、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。